はい、どうも、ホリック TV の浩平です。今回はですね、ちょっとご報告というかお話がありまして、サブチャンとか SNS の方ではですね、もうご報告をしてたんで、すでにご存知の方も多いかとは思うんですけど、このメインチャンネルのホリック TV が、2週間のアカウント停止処分を受けてました。で、2週間動画をアップできないっていう状態になってて、昨日ですね、その停止期間が解除されたんで、またこうやって動画をアップロードできるようになったんで、今動画をね、アップしてるという感じになるんですけど、まあ今回受けた処分がですね、2週間の停止ということだったんですが、1ヶ月前にもですね、1週間のアカウント停止になってました。で、これが、立て続けに2回ね、警告を受けてるんですけど、これがですね、3ヶ月以内に3回警告を受けると、その時はですね、もうこのチャンネルが、ホリック TV が永久に抹消されてしまうという感じになってます。なんで、あと1回でも警告が来るとですね、もうこのチャンネルがなくなってしまうんで、ここのチャンネルで情報発信とか動画のアップロードっていうのができなくなるんですよ。なんで今リーチがかかってる状態なんで、結構ギリギリというか崖っぷちというかそういう感じかなと思ってます。なんでこの2週間の停止期間中はですね、サブチャンネルのホリック TV2 の方で動画をね毎日アップロードしてたんですけど、今回はですね、メインチャンネルが復旧はしたんだけど、ちょっとあと1回警告が来たら、削除されてしまうということなんで、ちょっとしばらくの間は、このメインチャンネルが復旧はしたんだけど、サブチャンネルのホリック TV2 の方で、動画のアップロードをやっていこうかなと今のところは思ってます。なんでこれからしばらくはホリック TV2 でアップしていくっていうのと、もうこのメインチャンネルがなくなった時はホリック TV2 をメインチャンネルとしてやっていこうかなと思ってます。はい、なんで今までもね、毎年アカウント停止にはなってたんで、僕もね、慣れっこだったんですけど、過去にね、1回だけこういう2連チャンでアカウント停止になった時があって、その時もあと1回警告が来たらもう削除っていう感じになってたんですよ。なんですけど、その時はなんとなくね、何が根拠かわからないけど、なんとなく大丈夫だろうなっていう自信があって、で結局ね、その時は大丈夫だったんですよ。なんだけど今回は、リーチがかかってあと1回で削除されるっていうとこまで来て、ちょっとね、今回ばっかりはそろそろやばいんじゃないかなって自分も思ってて、もう本当ね、このメインチャンネルがなくなる覚悟でいます。なんで今までですね、6年間ぐらい YouTube をやってきて、8万人の方にね、ありがたいことにこのチャンネル登録していただいてるんですけど、もしかしたらそれがこう全部なくなってしまうかもしれないというところまで来てるんで、その時はこのチャンネルがなくなった時はもうホリック TV2 の方をね、メインとしてやっていこうと思ってるんで、なんで今後もね、電子タバコの情報を知りたいなとか、今後もホリック TV を応援してくださるという方がもしいましたら、ホリック TV2 の方のチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。はい、もうこのチャンネルがなくなったから YouTube やめるとかそういったことは考えてないんで、このチャンネルがなくなってもホリック TV2 の方でやっていこうと思ってるんで、ホリック TV2 の方のチャンネル登録本当によろしくお願いします。はい、で一応チャンネル登録は動画の上か、動画の概要欄からね、できるようになってるんで、そっちからね、赤いボタンをポチッと押してチャンネル登録していただけたらなと思います。で、それと同時にですね、動画の概要欄に僕の、Twitter の、アカウントと、LINE のお友達登録のリンクも貼ってます。なんで、Twitter の方だったらね、いつも新しい動画アップしたらそっちでも発信してるし、LINE のね、お友達登録とかだと、お得な情報とかをね、いつも配信したりしてるんで、そういったとこからもね、情報を受け取れるようになってるんで、サブチャンネルのホリック TV2 と、Twitter のフォローと、LINE のお友達登録と、それぞれしていただけたらなと思いますんで、もう本当にぜひよろしくお願いします。はい、なんで今回はそういったね、ちょっとアカウント停止に関するお話だったんですけど、今のところ、直近はね、しばらくの間はサブチャンの方でアップしていく。で、このメインチャンネルがなくなっても、サブチャンの方をメインとしてやっていく。で、もしね、メインチャンネルの、警告が全部解除されて完全に復活しましたってなったら、その時はね、またこのメインチャンネルで動画のアップもやっていこうかなとは思ってるんですけど、しばらくはちょっとサブチャンの方でやっていくという感じになってますんで、メインが残ればメインでもやっていくんだけど、サブチャンでも、結構、重点的に動画のアップしていこうかなと思ってますんでね、そういった感じになってるんで、メインチャンネル、サブチャンネル両方登録していただけたらなと思います。はい、ということでですね、今後も、YouTube の方、変わらず頑張って続けていこうと思ってますんで、応援チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。